スポーツを止めるな。スポーツを止めるな YouTube チャンネルご覧になっていただきありがとうございます。順天堂大学スポーツ健康科学部さんとのコラボレーションでお送りしております。この対談は順天堂大学スポーツ健康科学部の桜未来プロジェクトというプロジェクトとコラボをする形となっています。桜未来プロジェクトはスポーツの新たな価値を発信する社会貢献のプロジェクトとなっています。前回に続いてですね、順天といえば体操ということで、はい、体操の皆さんにお越しいただいています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですが自己紹介お願いいたします。はい、体操競技部の監督をしております原田と申します。よろしくお願いします。谷川翔です。よろしくお願いします。橋本大輝です。よろしくお願いします。いや今をときめくお二人、はい、ときめいてる。そしてそれをときめかしている先生、うん、よろしくお願いします。ちょっとテンションがねおかしくなってきましたね。はい、はい、ということで、はい、前編でもいろいろとお話伺ってきたんですけども、今回の後編でも、正直コロナが始まってですね、世の中大きく変わったと思います。練習、試合、いろんなものが変わったと思います。そういったその変化とかそれに対してどういう対応していたかっていう話ちょっと伺っていきたいなと思います。じゃあ谷川さんから、まずですね伺いたいんですけども、コロナでどういう変化が自分の周りで起きていたかというところを教えてください。急に誰も予想してなかったコロナが急に来て、最初はそんな大丈夫だろうっていう感じでちょっと軽く捉えていたんですけど、結構大変らしいよっていうのを知って、練習がもう体育館も使えないっていう風になってしまった時期もあって、コロナによって世界が変わってしまったなっていう。橋本さんはどんな変化を感じられましたか？もう順天堂大学に入る前ぐらいから高校でも練習時間が結構制限されちゃって、それだけでやっぱりどれだけ感染予防しても広まってしまうので、日頃からどれだけ徹底して気をつけて生活しなきゃいけないのかっていうのをすごく感じました。そうですよね。橋本さんの場合はもともとコロナがなくても大きく、ね、大学に入るというところで環境の変化があるタイミングだったわけですもんね。そういった中でね、やっぱ大きな変化というのがあったなと。入学前にこういう状況になって、原田監督はどんな感じでしたか？オリンピックあるっていうこと大前提だったので、高校の指導者の方といろいろお話はさせていただいてて、大事なその全日本選手権が入学後すぐにあったので、しばらくは母校の高校で練習をする人、大学で練習する人で、指導者間で情報を共有してっていうようなプランを立ててたんですけど、もうそれが一気になくなったんで、選手の特性をこう理解しようとするのにもやっぱ時間はかかるので、結構手探りというか、こうどうしていったらいいのかなっていうのは、私自身悩んだというよりかは不安というか、どうアプローチしていくべきなのかなっていうのは結構考えましたよね。はい。実際どんなやり取りされてたんですか？結局、できなくて、グループラインを作った中で、今日はこういうことをしましたとかっていうところぐらいまでしかできないんですけれども、結構もう選手に委ねたっていうところはあったかなって気がしますけど。集まって練習やっぱなかなかできない環境だったってことですもんね。だからそういった時、皆さんそのトレーニングとかどういう対応されてたんですか？やっぱご自宅でされてたとかっていうことですかね。谷川さんどうですか？体操部の全体 のグループライン、今日はこういうトレーニングをしましたっていうのを共有し合ってやっていて、でも自宅だと、体育館がないと体操ってほとんどできないというか、器具がないとできないので、本当にやれることは限られてたんですけど、普段走ることないんですけど、外をちょっと走ってみたり、いつもやんないことをやりました。あんまりこうあれですか、ランニングとかはされないんですね。しないんですね。なんかちょっとそれが僕そうなんだと思って、ね、そうなんだって競技特性橋本選手はどうされてたんですか？僕も緊急事態宣言出てからやっぱりトレーニングしなくちゃいけないと思って、このままだと体もどんどん追いつかなくなってしまうと思ってたので、でトレーニングを始めて、かけるさんも原田先生も言ってたんですけど、そのトレーニング内容を共有し合っていたので、
あ、こういうトレーニングもあったんだっていう発見もあって、それを自分も取り入れてやっていこうっていうふうにしてましたし、やっぱりかけるさんも言ってたんですけど、走ることがめったになかったので、やっぱり足腰が弱いのかなと思って、その鍛えるためにやっぱり長距離で走ったり短距離で走ったりっていうふうにしてやってました。だからなかなか今までやらなかったその走るっていう行為をやって、こう自分の変化って何かありました？まあそんなに大きくは変わってないのか、あんまり実感はできてないんですけど、すごいきつかったんで普段やってないことだから笑ってますけどきつっと走んないですからねだからまあその効き目はあったんじゃないかなっていう、効き目があった分かりやすいですね、効き目がそうです。でも刺激、新しい刺激がねあった方が、何もできないより随分どうですかね、手応えっていうか、や練習したなっていう感じは多少は、そうなんか普段の練習できつくならないところがきついというか、なんか普段より楽なはずなのにいつもぐらいきついなっていう感じだったので、なんかちょっとやってだけで達成感はありますけどなるほどね。でもまあトレーニングもそうですけど、やっぱ自宅でもね、いろいろ感染対策とか体調管理とか相当気をつけてらっしゃると思うんですけど、どんな工夫されてましたか？まあ、手洗い、うがいとか消毒、マスクとか、その辺はもう当たり前のことはまあ絶対にするっていうのと、まあ、これも体操部で原田先生が多分言って始めたというか、体温を毎日先生に報告、みんなで共有するみたいな、とにかく体調管理の徹底、あと外出とかを本当に控えるようにして家でゆっくりしてました。橋本選手はなんか自分の中で体調管理とかどういったところ気をつけていらっしゃいましたか？コロナになってそれで生活習慣が変わってしまうと思ったので、まず規則正しい生活をする、でそれで免疫力を上げるっていうのをしっかりして、もう外出は極力控えて、コンビニとかそういう近くの行く時でも絶対マスクして、で帰ってきたら絶対消毒して、で手洗ってうがいしてっていう風に、すごい、まあ、消毒液も常に常備して生活してました。なるほど。じゃあもう普段の生活がやっぱ結構変わってますよね、普段からね。なるほど。そういった指導をね徹底されてたと。あ、まあ、はい、すごい。なんかその皆さん個人個人でやっぱりすごく工夫されてるんですけど、まあ、チームでこういうことをなんか気をつけようぜみたいな、やっぱりでも発信もされてたんですよね。そうですね、なんかこう、まあ、格論はまあそうなんですけども、うん、多分その全体の理念として考えた時に、うん、まあ、確かにありがたいことに強い選手がたくさんいて、うん、世間の皆様からもまあご声援いただいてて、まあ、注目されている存在であるということに対して、うん、やっぱもう少しみんなきちんと自覚しなきゃいけないっていうところの、うん、まあ価値づけをさせてもらって、だから世間の人から見ておかしいような行動だったりとか、感染防止って皆さんがさ、もうすごいこう注意されている中で、まあ、ちょっと例えばマスク外して歩いてみたりだとか、うん、そういうことがないようにっていう、そのなんか、うん、意識づけっていうのはちょっと気をつけたような気はします、うん、はい、やっぱグループラインとかでっていう、そうですね、はい、まあ、直接会って一回ズームでみんなでミーティングしたりとかはしてたんですけども、うん、まあ、直接面と向かって会えないんで、心配は心配でしたけどね。実際久しぶりに会ったっていうのはいつぐらいになったんですか？5月末に、うん、まあ、試験的に、本当の少数だけ少し体育館短い時間に入ってっていうのが始まったんですけど、うん、それで会えたのは10人ぐらいだよね最初。それが2ヶ月ぶりとかで、そうです、1ヶ月半ぶりとかですね、はい。まあ、ズームもね、ずいぶん皆さんすぐに使いこなせるようになって、ね、とはいえやっぱりこう直接会うのまではね、うん、かなり心配なさいましたよね。いや、そう、本当そうですよね、うん、もう信じるしかないんで、うん、そのなんか、まあ、約2ヶ月ぶりぐらいに、まあ、体育館も使えるようになってっていうことだと思うんですけど、うん、久しぶりにこう再会してみんなに会ったりとか、この会場で練習始まった時ってなんかどういう感想をお持ちでした？まあ、まずみんな練習ができてなかったので、ちょっと競技力落ちたなというか、まあ、それはしょうがないことなんですけど、きつそうだなっていうのは自分も含めみんなそうだなって思ってて、であとは体操
毎日練習してるのが当たり前になってたんですけど、まあ、怪我した時とかも同じ感じで思うんですけど、体操ができない期間があるとすごい練習ができるありがたみをなんか改めて感じることができるんですけど、まあ、その感覚はすごいあって、練習できるのをもっと当たり前だと思っちゃダメだな、感謝して練習しようっていう気持ちにはなりました。ね、目の前に行けば練習場があるのにっていうすごいジレンマですよね。あの橋本選手は1年生同じような思いされてる方と、まあ、秋学期っていうんですかね、後期授業が始まってやっと会えたねっていう感じであったんですか、その新入生の皆さんと。そうですね、あの新入生がやっと全員会えたのが後期の授業が始まる入寮の日だったので、そこでもう8月の31とかでもうやっと会えたみたいな、4ヶ月待ってみたいな、そういう感じだったので、僕らは僕とか千葉県に住んでる人とかでもやっぱり一緒に練習したくてもできてなかったっていうのが、それが今一緒に練習できててすごく楽しいというか。大学生になったっていう感じが持てましたか？いや、最初は全然なくて。そうですか。もうずっと家にいて授業してっていう感じだったので、うん、なんか全然大学生って感じがしないなって思いました。まあ練習だけじゃなくて授業も、あの大学生ですからね、学業もあるっていうところでは、あの新たな両立の形で、まあ、準備する先生も大変だった。そうですね、はい、すごい今漏れてましたね、心がすごく出てましたの、ね、で、はい、オンライン授業でね、皆さん受講して、うん、いいポイントもねありますよね。こうあの座学なんかはもしかしたらあのオンラインでやるっていうのはいろんなこうコンテンツが使えるので、はい、対面でこうその自分の手元で何やってるかわからないっていうよりかは、まあ、いろんな機能を使って、まあ、やる方は大変ですけど、うん、より良い授業を提供できるんじゃないのかなっていう気はしますけどね、はい、一方で実技も体操の実技の先生の動画を見られましたか？見てないですね。そうですか。それは見ないといけませんねこの後すぐにですね見ていただいて。スポーツを止めるな。実技をやっぱり表現、まあ、あのトレーニングの様子を、LINE グループ作ったりとか、こう伝える難しさってあります、感覚っていうか、まあ、あの授業の場合はそうですけど、実際練習で LINE で感覚を伝えないといけないとか、どうでした？トレーニングしてるところを直接誰かが見てるわけじゃないので、自分の中では結構きつかったけど、周りの人たちからしたらあいつあれしか やってねえのかみたいなっていう全部ネガティブな思う人もいるだろうなっていう、まあ、個人差がレベルというか、そのトレーニングの強さがあるの、それをそういう感覚とかは直接じゃないと分かんないかなっていうのを思いました。橋本選手はどうですか？まあ、高校時代の監督とかにもこう技の感覚とかどうやってやってるんだって言われて伝えても、お前の言ってることはよく分かんないって言われることが多くて、まあ僕もなんか何言ってるか途中から分かんなくなるので、やっぱり言葉で伝えるって難しいなと思いました。やってる自分だとすごく分かるのに、相手に伝えると分からなくなるっていうのがすごい難しいなと思いました。その感覚を伝えるっていうのはやっぱ体操ではすごく重要なこと。第一ですね、なんか、自分の感覚世界で自分ではこうやってるっていうのが認識できてたとしても、うん、こう言語化することによって客観的に自分はこうやってやってるんだっていうことをもう一度理解し直せるので、あの言葉でちゃんと伝えるってことはあのとっても大事だと思います、うん、はい、自分の感覚を、ね、言葉で伝える。そうですね、でもやっぱり新たに気づいたことっていうのはやっぱそういう、まあ、不便さの中で気づいたものっていうんですかね、生活でまあ変化というか、いかがでしょうかね。まあ、あの月並みな言い方ですけど、当たり前が当たり前じゃないっていうことに気づいたっていうか、あの日常あるってことがとっても幸せなことだっていうことと、まあ、それをこうよく理解して考えると、なんかこうある一つのことをやるのに、その今まで当たり前でやってたことじゃできないってなった時にどう工夫してそれを解決していくのかっていうことを、まあ、思考力っていうか想像力っていうか、なんかプラスに捉えればなんかそんなことを考える、まあ、機会だったんじゃないのかなっていう気はしますけどね、うん、いかがですか谷川選手は、うん、
日常生活だと、なんか家にいる時間がまあとにかく長くなって、外に休みの日とかでもあんま外行ってなんか人がいっぱいいる集まってるところに行ったりはしたくないなって思うようになってしまったので、まあ家にいて暇な時間が多いというか、まあ結構時間があるので、その時間をどう有効活用しようかというか、いまだにそれは見つかってないかもしれないんですけど。なんか新たな趣味とか始まったりしたんですか？もともと趣味とかがあんまないっていう。そうなんですけど。すごい笑ってますね。体操に没頭してるんだな。体操に没頭してるんですよね。まあでもその他のことに時間かけない分、体操のことを常に考えて生きていけばいいって思ってるので。名言ですね。体操のことを常に考えておけばいいって。暇な時間を有効活用して、その体操にももっと力を注ぐという。こう動画を撮ってやっぱりよく見たりしますよね、技術とか。ああいう時間もやっぱり増えたり。練習できない期間とかは自分の iPad にいっぱい動画が入ってるので、そういう過去とかを、まあ、暇だし見ようと思ってずっと見てて、試合の映像とか見てるとやっぱすごいモチベーション上がってくるというか、過去の栄光じゃないですけど、自分がこう頑張ってるのを見て、またこうこの舞台でこう頑張りたいなっていうのとかもあったので、すごい見てました。モチベーションをねキープする方法はやっぱり昔の自分の良かった試合の映像ですかね、やっぱりね。そうですね。なんか悪いのはあんま見たくない。うん、そうですよね、はい、すごくわかります、ね、悪いのは飛ばしていいのだけど、はい、確かにこういう時だからこそっていうのもありましたよね、モチベーションを明示するために。橋本選手もやっぱりこうあの日常でまあ変わったというかですね、うん、ありますかね、うん、僕も一緒で趣味とかもあんまりなくて、隙間時間というかすごい暇な時間が増えて、その分本当にタブレットで動画見たりとかで、テレビで何年も前の録画した世界選手権見たりとかして、でもう一回なんかこういう世界一取りたいなみたいな、リオとか見たりしてすごく取りたいとか思うようになって、それがやっぱモチベーション維持っていうか、そういう人の映像を見るとか自分の映像を見たりとかすることでモチベーション維持にもつながってたので。でもかけるくんはさっき嫌な映像を見ないって言ってたんですけど、僕ちょっと嫌な映像を見てここ変えたらいいかなっていうふうに練習に生かしたりとかしようかなとは考えたりもしてました。あのよく嫌な映像を消去したくなるじゃないですか。なかったことにしてそこじっくり見る、はい、残しといて見て、あこれが全然今と違うなっていうのもあったりとか、こういうことまたなったら今のやり方にしようとか、そういうふうにしたりしてました。いろんなタイプがあるんですね。はい、映像は見ない方がいいパターンもあるんですか、やっぱり悪い。いや見た方がいいですね。はい、勇気がいりますよね、でもね、たまにね。あの多分橋本が言ってたのが正解な気がしますね。そのやり方って技術って一つじゃないし、どんどん変化していくんで、なんかそのいい時悪い時の差をちゃんと自分で客観的に理解するっていうのは大事かもしれないですね。動画でレビューっていうのは結構みんなに指導するんですか？気になったら聞きに来るって感じです、はい、基本的にはあの自己解決のスポーツなので、はい、あの自分で考えて工夫してどうにも分かんないってなったら、まあ、我々が第三者として客観的にアドバイスをするっていうところなので、っていうところもあるし、どちらかといえば今はもうみんな一緒に練習できるようになったんで、あの選手たち同士でアドバイスをし合うっていう方が多分今一番旬な技術をみんなが持ってるわけだから、はい、指導者はあくまで見守る立場で、はい、あじゃあ結構選手間同士のやり取りは盛んなんですか？まあ、僕ができて大輝ができない技、大輝ができて僕ができない技とか、まあ、それぞれあるので、そこをなんか分かってる人にこう聞くというか、僕がだからなんかやったら大輝が別に先輩後輩も何も関係なくもっとこうですよっていうのをもうズバッと
言ってくれるし、で僕なんかこれがこうなんですって言ったらそれを言うしみたいな、まあ、そういう選手間のアドバイスの試合みたいなのがよくあります。それもやり取りはやっぱ LINE とかですか、どういう形で実際に、まあ、今一緒に練習してるときはその場で言う感じです。すごい磨くスピードが速くなりますね、それは。すごいですね、なんかその学生のね、スポーツだっていうか大学の部活だって言いながらも、うん、一人一人が自立してそれぞれ支え合ってっていう、そうですね、その、ね、先ほどおっしゃった自己解決型のスポーツだってなんか、うん、まさしくそれを感じるところですね、なんかね、本当に、うん、体操にね、自分の空いてる時間も体操の動画を見て、はい、高めて、そして、うん、まあアドバイスし合ってっていうところでなんか、うん、すごいね、やっぱ体操の奥深さをなんかすごく、うん、はい、学ばせていただいて、ね、技術性の高い競技ですからね、うん、スポーツを止めるな。まあ、もいよいよその、まあ、コロナでいろいろ変化があったわけですけど、まあ、東京オリンピックっていうのが来年あるというところも含めてですね、ちょっとお二人にですね、今後の目標というところを伺っていきたいなと思います。じゃ あの谷川選手から目標についてお願いします。まずオリンピックが無事に開催してもらえるように、みんなでコロナ対策というか少しでも収まるように努力をして、まあ、オリンピックが開催されたら代表に入ってオリンピックの金メダルを目指したいなと思います。と自分たちがやっぱり模範となってコロナ対策を一番にして、それを見習って他の人がやっぱり注意してやっていくってことがまず最優先で、その先にやっぱり東京オリンピック開催っていうのがあると思うので、僕も開催された時は絶対、昨年は4番ぐらいで入ったんですけど、1番で入ってもうチームを引っ張る覚悟で金メダルを取りに行きたいと思います。力強いですね、すごい安心したお顔になっていや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 、プレッシャーかかったなと思って。かかったんですか、逆です。もう一つお伺いしたいのは、皆さんやっぱり学生という今の時代を過ごしていて、その学生スポーツどういうふうに感じますか。学生として両立もありますね、勉強との両立もありますけど、僕はオリンピックの時には社会人に、まあ、学生で本当はオリンピックを迎えて、それ次第ですごい人生変わるだろうなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、それが延期ということになってしまって、社会人として、オリンピックに出場して、まあ、順天堂卒の谷川が金メダル取ったぞっていうふうに言ってもらいたいなと思います。まあ、僕は入学してすぐで環境がすぐ変わってオリンピックっていうふうにもともとそうなっていたので、まあ、すごく不安もあって、このまま本当にいけるのかっていうそういう不安があって、でも今ならもう全然対応できるぐらいその余裕さができてきたので、まあ、まだ学生として忙しい中あると思うんですけど、まあ、しっかりそこも手を抜かずにやっていきたいのと、やっぱりそれが競技に生きてくると思うので、まあ、そこでしっかりやりたいなと思います。まあ、谷川選手はご卒業されてという節目になりますからね、今のこの学生としての最後の時間を一生懸命過ごしてオリンピックに向けていただきたいですね。はい、はい、うん、ここまでお送りしてきました、スポーツを止めるな YouTube チャンネルですが、順天堂大学、スポーツ健康科学部さんとのコラボレーション、陸上部に始まりました、体操部の皆さんとお送りいたしました、これからもこの活動いろんな形で広げていきたいと思っています、引き続き、応援よろしくお願いします。スポーツを止めるな。